柳川一軒は、江戸時代初期に、津島藩主、総吉成と、家老、柳川長卿が日本と李氏朝鮮の間で交わされた、国書の偽造をめぐって対立した事件。16世紀末、日本の豊臣政権による朝鮮出兵が行われ、日朝、日民関係が断絶した。戦後、日本で徳川家康による江戸幕府が成立すると、徳川氏は李氏朝鮮。 民との国交正常化交渉を開始する。日本と朝鮮の中間に位置する津島藩は、地理的条件から経済を朝鮮との交易に依存していた背景もあり、朝鮮との国交回復のため、朝鮮出兵の際に連れてこられた捕虜の送還をはじめ、日朝交渉を仲介した。朝鮮側から朝鮮出兵の際に横領を荒らした、先般を差し出すように要求されたため、 津島藩は藩内の罪人の喉を水銀で潰して声を発せられ、亡くした上で朝鮮出兵の先犯として差し出した。このような津島藩のなりふり構わぬ工作活動の結果、朝鮮側はの勢力拡大で北方防備の必要もあったため交渉に優和的となった。1六百五年、朝鮮側が徳川政権から先に国書を送るように要求してきたのに対し、 津島藩は国書の偽造を行い、朝鮮へ提出した。書式から偽書の疑いが生じたものの朝鮮は回答市を派遣した。施設は江戸城で二大将軍、秀忠、駿府で大宝書の家康と謁見した。津島藩は回答市の編書も改ざんし、1617年、1624年と三時に渡る交渉でもそれぞれ国書の偽造、改ざんを行い、 1609年には貿易協定である杞業役場を締結させた。津島藩の過労であった柳川長卿は主家から独立して旗本への昇格を狙っており、藩主である総吉成と対立した。そのため津島藩の国書改ざんの事実を幕府に対して訴え出た。当時戦国時代の下国城の風潮が残存していた。柳川は家康の覚えもよく、 幕閣有力者からの指示もあり、幕府も日朝貿易の実験を直接握りたいであろうとの推測から称賛があると考えていた。一方、仙台藩主、伊達政宗など、総吉成を支持する大名もおり、彼らは月国城が横行する戦国時代が完全に終わったことを印象づけるために、この事件を利用する方向で動いた。 1635年4月27日、三大将軍、家光の目の前で、総吉成、柳川長教の直接の口頭弁論が行われた。江戸にいる戦国以上の旗本と大名が総途上し、江戸城を広まで対決の様子が公開された。結果、幕府としては、従前同様に、日朝貿易は、 津島藩に委ねた方が得策と判断し、総吉成は無罪、柳川長卿は津軽に流罪とされた。また、伊庭安の安守であった、紀白元法も国書改ざんに関わったとして南部に流された。総吉成は、大朝鮮外交における権限を回復することができたが、当時の外交に不可欠であった、漢文知識が不足しており、また朝鮮側との人脈を有していた。 柳川調教や基白原宝のノウハウを失ったことで、大朝鮮外交を完全に停滞させてしまった。そのため、犠牲は幕府に援助を求めた。そこで、幕府は、京都御山の層の中から漢文に通じた優秀者を、朝鮮州文職に任じて、津島の遺定案に、臨番制によって派遣して、外交文書作成や、施設の応接、貿易の監視などを扱わせた。 その結果、日朝貿易は以前と同じく、津島藩に委ねられたものの、幕府の厳しい管理下に置かれた。幕府は国書に記す将軍の外交称号を、日本国王から日本国大君に改めることとなる。ありがとうございます。